お、竜なんだ。うん、おー多分俺はどういう…やったことあるのかな。多分あると思う。でも誠に聞いて…聞いたんですけど、その時あるって言ってました。はい、どっちが誠が。さあ、竜へと今回、竜は相当いけると誠言ってましたよ。さあ、どういう展開になるでしょう。やべ、これ見入っちゃうよ。そうですね、これ梅原さんと誠さんは前回の、カッポーさん の、 全国大会で、ユーザーさんの人気投票で1位と2位ですからね。そうですよね。確かに確かに、そうだ。ある意味ユーザーさんが最も望んだ試合がですね、今まさにこれ実現しているわけですよ。確かに。ちょっとマコごめんな、ちょっとマコで。あ、じゃあちなみに3位は僕でしたっていうことですね。ボソッとしてます。あ、そうですか。ありがとう、ありがとう、ありがとう。貴重な情報ありがとう。さあ、と言ってる間に先にリーチをかけたのがマコと。お、誠かかってる。梅原、ね、1段目で遊ぶ。うまいんですよ、マジで。まマジうまい。さあ、この敵うまいです。いや、結構俺はいけるのかな。まあ、前作よりはちょっと落ちたかなっていう。でも相対的に見てそんな落ちたのかって思われるとちょっと、うん、どうなんだら全然。うっ、やばいだろ。さあ、一気に。マジか。さあ、コンボ練習も兼ねてね。だからまだ1戦目ですか。コンボミスだったんでしょうか。でもそれにしても先ほど投げに切り返すタイミングが梅勝利、梅竜巻が見たな。今ありがたや、本当に。さあ、そして龍はゲージが溜まった。さあ、しかし前回はね、波動拳出てる間に真空波動が出てたんですけど、前回ほど真空波動の脅威はない。さあ、やとは言ってもペースは完全に誠のペース。怖いですよ、危ないよこれ。これおっと、梅勝利、梅勝利がさあ、これどうするよ。まさかの。これはもうさすがに厳しい。さすがに厳しいですね。さあ、勝ったのは誠。今3ラウンド目遊びましたね。負けちゃうラウンドじゃねえか。今遊びました。そう、結構画面端でボコボコになってた印象があった。これ2試合でも残した立ち回りなんだね。遊んだっつってんだろ。さあ、これは次の試合どうしますか。寒いところにいたからっていうのもあるのかな。あ、確かにそれありますね。まだ1試合目ですからね。まあ、アンケート取ってみましょうか。まだ勝った、持ちすぎだろ。ちょっと数字が楽しみかなと思いますし。確かに、まあ、1試合では分かんないですからね。1試合では分かんないですから。1試合で全然分かんないです。そうですね、強い人相手だとやはりね。はい、何て言ってるんですか。はい、ごめんなさい。マコさん、強い人だとやはり何なんですか。はい、やはりと思うところがあるんですやはり、やはり、やはり、5戦目になってしまって、ちょっと申し訳ないですね。他の方もね、やっぱり、あ、まだまだ時間を取らせていただきますので、はいはいはい、皆さんお待ちくださいね。まだまだ対戦のチャンスございますので、そうですね。はい、あ、俺も誠とやりたかったな。あ、やるんですか。やる、やる、やる。いや、すげえな。誠強え。でこういうなんか上級者同士の戦いってすげえ見てて面白いですよね、やっぱり。それがね、帝王で見れるというか、ね、うん、他の人も見れる。迷う間もなく、リプレイチャンネルってところで見れますし、リプレイをアップロードしますかと、勝った時に、うん、表示が出るんですね。勝った側の方だけ出るんですけれども、うん、それで、はいを押すと、皆さんがこのリプレイチャンネルってところでダウンロードできるようになるんです。そう、すごいね。それは本当にすごい。それがかなり画期的というか、今までにないというか。さあ、と言ってる間に画面端に追い詰めた梅原。さあ、しゃがみ中パンチ、カウンターヒット確認のしゃがみ中キックから転ばせる。さあ、これはさすがに入らない。逃げた、逃げた、逃げ目的。もしくは相手が空中で技出してる時にその間に合えば硬直に入る。そう、硬直に入る。対空になる。出るまでが7フレでしたっけ。8フレぐらいですね。結構すげえ。ガマさん、なんで知ってんの。知りすぎですね。ガマさん、むずから知ってんの。すごいっすね。おじいんだろ。さあ、これ投げ抜け潰し。確かに。もっと勝利置いてある。さあ、これが梅勝利。マジか、ありがとう。さあ、しかしバックスでかわす。さあ、体力リードは梅原。壊し、さあ、かなりカウンター3回。ウルコンが溜まってるから、うん、波動が打てないんですよ、なかなか。はいはい、見てからやられる。見てからやられるんで。さあ、じりじりした展開。これ、わかんないですね、これ。これは難しい。
さあここの画面端、さあ梅原は行かない。いやこれはお互いに攻めれないというか超緊張感あんだけど、多分梅原は時間切れ狙ってますよ。さあ残り11秒やってしまった。さあこれは逆の行くしかない。残り5秒、3、さあどうするここ。梅原の奇跡、さあさすがにこれはちょっと誠さんが体力をしてるのか、うん、これやばいですね。見てですむっちゃ面白いです。さあ誠はウルコンでね安定してる間も時間が進むんで、その間を狙って。うーん、今おっとマジか本当に。いやセーミング仕込みのでしょうか。はいはいはい、それは俺も前作から気にしてる。おお、引かられたらっていうことでね。さあ投げて、さあそして画面端を背負わせた。さあ梅原の画面端、この画面端行った時はバログさあ一回逃げる。さあこのしゃがみ中パンチが5振りぐらいで かなり早いんで、さあこれで差し返しをしてくる。ざわっと昇竜アリがどう見ても反応してる。アリがアリがさあおっと読み合い、思い切っていったのは誠。さあ誠の投げれん、さあ投げれんからちょっと下がって投げ抜け潰しのセービングをきっちりガードしてきた梅原。うまい、さあこれはバルログ挑戦だよ。さあ誠俺もさっきやることなかった。これは罪だろこれ。おっとあの位置でやるの。マジか。さあ梅原ならわからない、これでもきついだろ。さあ波動で取れた。あーとパンチで止めました。強かった。さあ誠さん連勝です。誠さんありがとうございました。いや誠強かったね。誠ありがとう。いや強かったわ、すごい本物だこれ。強い。ただね梅昇龍が3回ぐらい見れた。本当にねありがたやだったね。ありがたや、弱かったよ。さあ次は誰が来るのかな。いやすげえわ、すごいですね。ああ、うん、なんかもう途中で喋ることなくなっちゃった。じゃあ止まるんだよね、すごいプレー見てるの、ね、見ちゃう。そう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 、うわっって途中で喋ることなくなっちゃって結構困ったっていうか。そう、うん、時の時楽だったのね。時の時はねなんかね適当に愛せる、ずっとプレーしかしねえし。そう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 、一生突っ込んだからね。最悪見なくてもいいか。有利な時じゃないと突っ込まれるの。バルログもね、前作最弱キャラ候補なんて言われてましたけど。誰がバルログ、うん、前作今回はやっぱ上がったの。かなり上がったらしいですよ。あ、そうなんだ。誠がね、涙流して喜んでましたもん。本当にそっか、涙流したんだ。で、なんかそのスパホになって新キャラも使いたいなと思ってたらしいんですけど、うん、バルログが面白すぎて他のキャラ触れないらしいです。あー、はい、そうなんだ。やってて楽しそうだもんな、ね、あのキャラ。あ、時でもやっぱ触ったりしたの。バルログですか。まあスパ法ではやってないですけど、うん、スト法ではもともとバルログ結構きつかったんで。あ、そうだったの。結構面白いんだ。面白いけど、ね、そうかそうか。で今回強くなったということ、じゃあもうまだ誠これから、はい、そうね、楽しみだね。もうかなりすごい、ね、楽しみで、まあまあ九州からそんなに出てこないと思いますけど。そうなんだよね。それがだからネット対戦だと。そう、ネット対戦で皆さんあの出会ったら。もっとやっていいですか。ね、これやりづらいんですけど。皆さん出会ったら誠とね、出会ったら映らないですか。いやいや、もっといいですか。強さを実感してみてください。さあ、それでは次の方が来ました。次は次だ。さあ、次はキャラクターちょっと見えてなかったんですけど、あ、どうだっけ。さあ、ステージを選びます。さあ、ステージは新しいステージ、アフリカのエクリプスステージ。誰これ。久保00553のキャラクター。これ名古屋の久保です。マジか、はい、名古屋の久保、はい、僕のフレンドです。マジか、本物です。俺も知り合いだよ、はい、さあ大パン大パン。さあアドン戦大パンが機能するのか。これさあひたすらアドン戦やりすぎだろ梅原。ブックでぶん殴る。やり込んでますね。やりすぎだろ。これやりさあ、うわー、ここで勝利切り返す。ありがとう。さあめくり、さあこかせる、こかせてからスタート。さあこれはきっちりウルコンつなぐ。さあしかし補正が多分 60%。 さあとはいっても結構減る。これアドンのね強みの一つにそのジャンプのリーチが短すぎてめくりか正面か分かんない。全く分からないね。でも動きは遅い。動きも早いです。
何あれ、はい、ちょっとさっき遅いだから癖があって技が重いんですよ。ああそうですね、技が重いジャンプが速いんだよあとはジャガーキックがセービングクラス技なんだよ、うん、高ボクシングそうですね、はい、結構気軽に攻めれるというか、はいはいはい、今ダイパーに対してセービングクラスを始めて結構からそういう有名になってるのが。あ、そうですね。大パンからですね。これは結構画面端はかなり厳しそうですね。うん、さあ久保がペースを握ってきたか。さあ投げ抜けをきっちり入れてる。ね、やったんだな。大コンビ。さあ立ち台キックにセービングでマイステップ入れてきた。うまい。わーっとこれはきっちりガード。今の置き攻めにマイステップしたのかなり上手いね。アロンってちょっと起き上がりが早いんですよね。いや知ってんなお前それは、まあ、さあまたしても無駄に大パンを起こする、大パンを起こする、さあ重足を置いている、置いてきっちりつなぐ、さあ逆向きに勝利出るが、さあここは跳ね返らない、さあまたしても殴る、最後は梅コプター、梅コプター梅コプター梅コプターって言うんだこれ俺が最初に使ってるような気がするんだ。はい、それではちょっと久保さんそのまま残っていてください。アンケートの方を取ります。梅コプター、梅コプターってんだね、あれね。梅コプター。うわ梅コプター。もういいよな、すぐ弾幕できてよ、こいつはよ、本当に。名言出ちゃった、また。またこれ、増えますね。そう梅コプター。しみじみと増えそう。しみじみとね。第三者的なところから見ても、そう思うわけですよ。増えます、増えます。さあ、これはでもアンケートが。さ あ, うでうさあでもどうなんでしょうね、どうなんでしょう、これ分かんないです。久保さんってあのメルティーブラッドの、そうですね、メルティーブラッド、ギリギリギア、結構なんでもいいですね、絶景でもないし、器用系な、うんそうね、プレイヤーなんですよ。でも見た目があの子に似てる、あなたね、俺お前に似てる、いやいやあのサンボマスターですよ。はい、結果が出ましたね。そうですか、はい、久保さんありがとうございました、はいはい、じゃあ次の方招待いたします。さあどんどん行きましょう、最後さあどうなるでしょうか。いやでも梅原もちょっと乗ってきたのかな、そろそろ、うん、そう結構温まってるっぽいですね、そうそう温まってきてる感じ、別の誰かな、こっからだね、そうですね、すごい、まあこういうのもあれですけれど、まあなんか梅原さんのガイルが見たいというコメントも、梅ガエルが見たい、はい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 、梅ガエル、梅ガエルはどうなんでしょうか、登場は、いいよ、おっといいよいいよまあ相変わらずこいつよ、本当に俺もあ真似しようかな、いいよ、俺でもなんか聞いてきて、あ、どう、黒人のダットリが見たいできてないじゃないですか、何やってんすか、俺できない人なんだ , 笑っちゃってますもん、できないんだ俺、多分できない、俺できあれできるんだ、俺できないんだ、笑った笑った、俺できないことだ、言葉人を選びますよね、言葉選ぶんですね、本当にもちょっとなかなかね来ない方が多かったので、ちょっとまとめて送ったんですけども、はい、その中で最初に来てくれたのがさあ、ガイツか、ガイは初めて、ね、軍人がはそうです ね, そうね、これ組み合わせ的にはどうなんですか、ちょっと僕も両方使ったことのないキャラなんでちょっとわからないんですけど。